180キロの人も押せる自信あったんですけど、錦木関だけはもう一回も押せなかったんですよ。腰が重いんで。勢い関はあれですよね。あんまりお酒は飲まないので。でも勢い関はやっぱ歌もうまいし、ね、飲んでも飲まなくてもね。入門の話戻るんですけど、はい、稽古で言うと、はい、まあ、ガチャでまた割りとかがあったりとか、はいはい、どうでした？また割りは僕が入門する多分少し前ぐらいに相撲部屋のドキュメンタリー番組みたいなので、はい、新弟子がその先輩に上から乗っかられてる、うん、うわーってなってるやつを見て、あ、これやばいなと思って、入門する半年前ぐらいから毎日お風呂上がりにまた割り一人でやってて、入門した頃にはできたんですよ。えぇー、そう、そこは、ね、だから一応大丈夫だったんですよ、ね、で、お相撲さんはやっぱりスポーツ選手は体柔らかい人の方が成功する確率が高いんですよ、うん、本当に柔らかい、横綱白鵬さんとか、はい、もう柔らかいですよね。柔らかいって言いますよね。稀勢の里さんも柔らかったし、硬い人誰がこうやる？あんまりないですよね。うちの錦木関。あ、錦木関ね、硬い。硬いっすね。錦木関真面目よな。真面目ですね。すごく真面目。2日間しか持たなかった。真似しようと真面目さに。彼はね、巡業はね、初日からもう毎日結構休まずに。そうそう。普通じゃないですけど、皆さん、いや、そうです、意外にいないんですよ、相撲界には。もう真面目の方ももちろんいっぱいいるんですけど、ミスター解禁賞っつってもう本当に誰も稽古も休まないですね。休まないです。で、彼らの素晴らしさは酒も飲む。酒飲みますね。ね、酒、日本酒？焼酎ですね、芋焼酎。芋焼酎が好きで、錦木さんっていう有名なのは腰が重い。腰が重いっていう言葉が、そんなに体大きくないですけど、腰の使い方がうますぎて、体重はそんな170キロぐらい。今180キロですね。あるっすか、それぐらい。大きいっすね。だけど、やっぱ腰が重い。それ以上に重たい状態。より腰が重いですよ。そうなんですよ。例えば200キロの人より、上手に腰使うから力入れ方が上手すぎて、だから今も口で有名なんですよ。それで腰が重いだからって下がらないとか、びくともしなかったですね。本当にどんだけ頑張って押してる。そうですね。僕結構押し相撲で押すの得意な方だったんですよ、はい、その幕下の中でも。で、180キロしても押せる自信あったんですけど、錦木関だけはもう一回も押せなかったんですよ。腰が重いんで。勢い関はあれですよね。うわ、そうですね。あんまりお酒は飲まないので、うん、でも勢い関はやっぱ歌もうまいし、ね、飲んでも飲まなくてもね歌が最高だから、賑、やかなんでね。あと今親方なってる、僕は大好きだったあれなんだっけ、土佐の海。土佐の海さんはね、土佐の海さん、竹川親方、あの人優しい。あ、そうですね。そうで、見る目が最高じゃないですか。あ、僕が上がった時にすごい声かけられて、で、足、僕もともと細いのにやっぱり四股踏んでるって言われて、で、すぐ引退したんですよ、親方は。引退してあれしたら、なんか稽古に来てたじゃないですか、うん、はいはい、九州、九州場所で、はい、で、負け越しすると、やっぱり四股踏んでないだろうって、すぐやっぱり親方師匠から見るとわかるんですよ、ね、この人こんなに優しい人やなと思って、見てくれてた、もう見てくれてて、教え方上手だろう。そうですね。ね、細かいところをやっぱね、ちっちゃいちっちゃいところはもううまいだろうなって感じで、すごいなと思ってたな。本当に稽古は苦しかったとか、なんかそういう思い出ってあります？やっぱぶつかり稽古ですよね。可愛がりされたことある？可愛がりまではそんな、あの、すごい長いのはないですけど、まあ、でもきついのはやっぱありましたね。はいはい、それこそ、九州場所の時、毎回あの木瀬部屋さんの出稽古、出稽古来ていただいたんです、はい、ガガ関とか関取が稽古来るんですよ、見に。あのぶつかり稽古になると、大体あの関取とかに胸出してもらったりとかあるじゃないですか。だから、ぶつかりの時間近づいてきて、ガガ関とか横立ってるともう怖くてしょうがない心臓ばっかくで、うわ、ガガ関今日はやだなって稽古は好きでしたか？稽古はそうですね、申し合いとかは好きでした。相撲を取る稽古何番もな。ぶつかり稽古は大嫌いでした。ぶつかりは大事なのを分かってる上に、うん、やっぱり一番しんどいから。でも親方氏言うんですよ、ぶつかっていいよって言われるタイミングは、うん、あともうちょっとって気持ちに入っちゃって、あとぶつかり終わればもう今日いちいち終わるってみたいくらいで、そうですね、うん、気持ちがめっちゃ最高なんです。それぶつかりやってる時にはもうしんどいなって思うけど、うん、終わった瞬間にもうあんなハッピーなことはあんまりないな。終わった時のちょっと無敵感の時とかすごかったですね。白鵬さんも40分かわいがりました。
ぶつかり40分ですか、4分でもしんどいですもん。いやいや、マジで、ね、すり足で、すり足とかいろいろでもあれできてるじゃん、あれあれあれできてるじゃん。それが力つくんです。いや、それがやっぱ一番力つく、ね、ちなみにガガちゃんの部屋だと裏席が若くして入ってたやつ、はい、裏席のぶつかりと相手になったりもするんですか。あ、もちろんもちろんですよ。全然体大きさ違うじゃないですか。関係ないんです。体大きさは関係ないし、ただうちの親方もよく言われてたのは、ぶつかりっていうのは本当いじめようと思えばいじめられるし、本当に強くしようと思えば強くできることも可能なんです。だからその子のことを考えて胸出してるかどうかで、それぶつかりの良さが変わってくるからって言われてて、で僕はやっぱりそういう真面目の子、稽古に夢中の子はやっぱり長くやってほしいです。楽に短くやると、いやもう今日の稽古は中途半端に終わっちゃったら向こう何と聞かないから、そう、そういう人見て分けてやらないと。そうなんです。いやもう真面目ですよ、ものすごく真面目。もう長くやってほしい。で、息上がって、もうちょっとお願いしますね。いや、もう本当に。じゃあ、裏関が今強いのはガガちゃんのそういうぶつかりのおかげもあるんですか。いや、そこまでを彼は言わないと、僕言っても、なんでも。いや、もうその通りだと思いますもんね。いやいやいや、彼はそのこと言ったら嬉しいですけど。付き人とかもされていました。付き人は、はい、錦木関の付き人にもう10年近くやってた。やってました。結びの一番で、横綱白鵬関と錦木関が対戦して、力水ってつけるじゃないですか。あれが結びで、その自分の東だったら東、西だったら西で、前2人が負けちゃうと、最後、付き人が肩出して、そうだよね、あるね、あるあれがめちゃくちゃもう、緊張した、緊張しました。結び一番になると、負けた人は力水つけたらダメなんです、そうなん。結びの一番でなくても、あ、結びの一番しかないです、一番だけなんですよ、その付き人が行くっていうのは。そう、結びの一番しか次の続きがないから。結び一番の前に負けた人は下がるじゃん、うん、で入ってきた人は水つけなんです。だけど結び一番でもう入ってくる人もいないし、誰もいないから勝ち残りの人は残るんです、うん、自分の前の二人の一人が勝って残るんです。でもう一人が相撲取る間に入ってくるじゃないですか、例えば錦木関で、この人が負けた場合にはこれ勝ち残りの人は水つけるんですけど、二人も負けた時もあるんですよ。2人同時で曲げるともう両方は水つけられないから、うん、でそこで付き人、はい、肩が出して、そう、まあ、水つけに行かないといけないんですよ。肩出して浴衣を着てるんです。全浴衣着てままで片方が抜くんです。そうなんです。そういう役目が、格好もルールがあって、やった時がそのやっぱ緊張した。緊張した。白鵬関があっちで四股踏んで、あっちの水つけは前買った一ノ城関がやってて、あーすげえとこ来ちゃったな、明るい人をと思う。そう、すごいなー。で6時の土俵がまた明るいし、うん、人が多いし、すごいです。あれは本当覚えてますね。ねえ、すごい。どういう人でした？あ、いや本当に優しくて、とにかくもうしょっちゅう一緒にお酒飲んでて明るいですよね。明るいですね。喋るもね、楽しい。よく喋って、ね、で、まあ、酔っ払うとちょっとなんか寝ちゃうんですよね、結構。僕いつもそれ連れて帰る係で。ああ、おんぶですか？おんぶはできないですけど、でも結構肩貸したり伸ばしてこんなのやりながら、おい帰りますよ帰りますよっていいなあ、僕もそんななってたらよかったもんな。僕次行って次行って次行って、もう朝気づいたら稽古まで飲んでたわ。すごいっす、ね、潰れないでしょ、長ちゃん。僕が潰れたら誰が運んでくれるって気持ちがでかくて、これ以上一本飲んでもダメになるってはもう切符あるじゃないですか。そこはもういくら人を言われても一滴も飲まなかったです。まあ酔っ払って寝ちゃうじゃないですか。で名古屋かどっかで錦からのタクシーで部屋の宿舎まで一緒に帰るってなった時に、タクシーで橋の上を60キロぐらいで走ってたんですけど、はい、そしたらいきなり錦木関が来て、部屋着いたっつってガタッつって降りようとした。降りようとしてドア開いて危ないっつってドックして、初めてその時で運転手さんの悲鳴聞いたの初めてでした。ギャーッつって、で次の日もうまた怒ったんですよ。ちょっと、うん、本当危なかったですよ。それも全然覚えてないっつって。いつもちょっかいをかけていただいた玉橋関。定番の流れがお前何人だって。で最初はなんか、いや僕こう見えて日本人なんですよみたいなやつなんですけど、毎回聞いてくるんで、あこれ多分なんか違うなと思って、最後もケニア人ですって。ケニア人。ケニア人です。